それでは二人一組を作っておくれ。一人で森に入って抜け出せなくなったら危ないからね。二人一組か、誰と組もう。じゃあ今回はカイト組んでいこうか。立花、相手はいるのか。うん、なんかカイの方から声をかけてくれるのはあれかな、やっぱ山だからかな。危ねえぞってことで。いえ、カイさんが良ければ一緒に組みませんか。あ、組もう。それじゃ順番にスタートしていくよ。まさか合宿で肝試しをすることになるとはな。カイはめちゃくちゃ慣れてそうだよね。でもすぐに着きますよね。距離的には歩いて15分くらいだろう。よし、頑張ります。なかなか森を抜けませんね。そろそろ教会についても良さそうなのに。なんかあれかな、気づいてるところというかおかしなところに気づいてるのかな。もうちょっと歩いたら見えてきますかね。立花。はい。迷っているかもしれない。そんなさ、落ち着いて言われても、まあ焦って言われるよりかはマシか。え、でも一本道でしたよね。迷っているかもしれない。そのはずなんだが、周辺の光が全く見えない。あ、本当だ、近くにホテルがあるはずなのに道を間違えちゃったんですかね。あれ、どうした。道が二手に分かれています。本当だな。右の道は真っ暗で、左の道は明かりが見える。まあ普通なら左だけどね。どっちに行ったらいいんだろう。まさかのここで選択肢。どうしよう。でも俺はね、こういう時ね、不利になる方を選ぶから。右の暗い道に行こう。右の道は暗いけど不思議と安心感がある。カイさん、右の暗い道を行きましょう。わかった。カイさん。ん？眩しいから懐中電灯を消してもいいですか。ん？わかった。どういうこと？眩しいからって懐中電灯なかったら真っ暗じゃない？ありがとうございます。よかった、道がちゃんと見える。あー、なんかあれか、暗闇に目が慣れてると逆にみたいな、明るくて見えない。カイさん、もう一つの道に何があるかわかりますか？光が見えた方です。まあね、また小説の話になるんですけど、この間発売された小説歌劇に、まあ大館山で光が見えるんですよねっていうエピソードがあるんですよ。キラキラ光るものが。で、あれ、ここって大館山だっけ？一応その隣町のホテルに泊まって、夜は肝試しっていう流れなんだけど、まあ、小説歌劇の中にも山の中で、光を見つけるっていうエピソードがあって、まあそこがね、そのエピソードがまあなかなか考察の対象になるんじゃないかなと思ってるんですけど、まあこの夏休みのイベント、他のキャラクター選ぶといろいろありますね。光が見えるとか。まあ、そこにちょっと共通点あるのかわかんないですけどね。いや。傷を瞬く間に癒す秘湯があるんですよ。今の私たちには必要ないから近づかない方が良いそうです。怪我していないのに薬を塗るようなものだって。あと大事な場所だからそっとしておいてあげるのが一番だと思うんです。思い出がたくさん詰まっていて胸が苦しい。秘湯があるところはとても綺麗だから見てみたい気持ちもあるんですけどね。暗いからカイさんがよく見えます。
教会、カイさん教会です。ああ、そうだな。もう一つの道はどこに繋がっていたんでしょう。あの明るい道、民家だったんですかね。完全に今の暗い道を歩いてる道中の記者はなんかあれだったね。まあ、わかりやすく言うと何かに取り憑かれてるというか。気にする必要はないだろう。立花。はい。カイさんに肩をポンポンされた？海が嫌いには見えない。白田先輩、こういうところ鋭いな。どうしようかな。じゃあ今回はカイさんの水着イベントなわけなんだけど、結構ね、海で普通に遊んだのは青ちゃん、一番最初に選んだ青ちゃんだけかな。結構みんなどっか行くよね、こっから。フミだったら海中レストランみたいなとこだったりとか、ミツキなら洞窟とかね、ボートで遊んだりとか。カイさんは今何してるのかな。カイは全然想像がつかない。いないね。海でキャッキャ遊ぶタイプでもないだろうし。何が？カイさんがいないなと思って。一人でその辺歩いてるんじゃないの。カイさんも一人でいるのが好きだからな。気になるなら探してくれば。はい。ああ、単独行動。人気のない方に行ってみようかな。助けてくれる？この辺は誰もいない。ナンパされて助けてくれるタイプかな。あ、小さな入り江がある。あ、いる。カイさん。立花、どうした？召集でもかかったのか？あ、いえ、カイさんの姿が見えなかったので。ここで何を？歩いていたら行き着いただけなんだが。砂浜に花がたくさん。はあ、ほんとだ。え、これ何の花だろう。え、この手前のあれだよね、白い。え、でもそうか、海辺で咲くって言ったらあれかな、朝顔？ん？朝顔って海辺咲くっけ？浜昼顔とか。海岸沿いの花が昨日の雨で海に落ちて入り江に流れ込んだんだろう。あ、そういうことね。すごく綺麗ですね。カイさんのおかげで見られました。大丈夫そうだな。ん？昨日の稽古、かなり疲弊しているように見えた。あ、ここでゆっくりしていったらいい。邪魔なら俺も席を外す。そんなことないです。あ、すみません、大きな声を出して。うん、いや、それなら俺もしばらくこの光景を見ていくか。かい、背高えな。確か185センチだっけ。もっちょあったかな。プロフィール昨日見たんですけど、だけな。俺もあと5センチあったら、僕180センチなんですけど、あと5センチ欲しいなって思う時はね、たびたびあるんですよね、日常生活で。よし、誰かが来る前に上がろう。まあ、カイなら大丈夫かな。一番安心できるかもしれない。まあ、そうちゃんは最初から知ってるからあれだけど、なんか動揺しなさそう。誰か入ってきた。バレてもどうしよう、見られたらまずい。めちゃめちゃ紳士的だから、そんなぐいぐい鈴みてえに、別に鈴が紳士的じゃないとは言ってないんだけど、まじまじと体を見てくるようなことはしないだろうし。暗いから肩まで疲ればごまかせるかも。体は手と足で隠して。立花。カイさん。珍しいな。はい、一度くらいは入っておきたくて。そっか、今日で最後だしな。あ、そっか、みんなは入ってたんだね。なんか最後だから入ろうとして、だから珍しいなか。
り口の近くに浸かっちゃった。カイさんが移動するか先に出るかしない限り本線から出られない。うん、女の子だよな。キサは多分後ろ姿どう見ても女の子なんだよな。距離は離れているし、カイさん空を見上げてるからここから動かなければ大丈夫だと思うけど、動きがあるまで我慢するしかない。動かない、長い。のぼせるんじゃないか。カイさん微動だにしない。ここの温泉イベントもすごいキャラクターの色が出てるよね。行動パターンというか、石像みたいにピクリとも動かないよ。カイさんなら何時間でも温泉に入っていられるのかもしれない。このままじゃ私がのぼせで倒れちゃう。なんとかしないと。こちらに呼ぶ、近づいてみる。どっちがいいだろう。こっちに呼んでみようか。カイさんを出入り口から遠ざけることができれば出られるはず。でもどうしたら。海の向こうに明かりが見える。なんだろうあれ。イサリビだ。イサリビ、あれか、あの船についてるライト。カイさんがすぐ後ろにいる。イサリビですか。ああ、明かりを使って魚をおびき寄せる漁だ。うん、そうなんですか。幻想的な光景ですね。そうだな。すげえ動揺してる。今だったら脱衣所に行ける。カイさんお先に失礼します。なんかさ、これならカイがさ近づいてきて話しかけたから逃げるようにね、退場みたいな感じに囚われ、ちょっと傷つくんじゃないか。ああ、そんなことなかった。やった脱出できた。さっさと着替えて部屋に戻ろう。これ着替えてる途中に来たらやべえよな。それにしてもカイさんいつまで入ってるんだろう。今日は今までやったことの復習やこれからしなきゃいけないことの予習をしておこうかな。えらい。よし頑張ろう。あの芝居はもっとこうして、ダンスは周りと張り合えるパワーがないと。俺復習はできても予習がどうしてもできないんだよな。部分は今度団長先生に聞いてみよう。結構いろんなところ、ダンスルームや音楽室、あ、図書館。この戯曲のセリフを私が和訳するなら、ん？あれ、もうこんな時間か。あ、疲れた。そろそろ休まないと。ユニベールに来てから毎日あっという間だな。ユニベールに来てなかったらどんな毎日だったんだろう。お金に困ってたって言ってたしね。働いてるのかな。でも中学校卒業してすぐ働くっていうのは、今頃誰もいない家で寝よう。寝よう。なんか寝る前は一日に感謝して、なんかいい日だったなみたいなことをつぶやくというか、頭の中で思い浮かべながら寝るといいらしいね。なんか暗い気持ちで寝るのはあんまり。まだ暗い。夜か。変な時間に起きちゃったな。寝直そう。ああ、ダメだ。目が冴えてきた。眠れそうにない。ちょっと歩こうかな。何時なんだろう。あ、結構明るい。寮もなんかめちゃくちゃライトついてるというか、まあ廊下は常についてるんだろうけど、すごい明るいな。クォーツは
とんどガラス張りだからか、側面というかね、窓っていうあれじゃないよね、なんて言うんだろうね、あれカイさん、カイさん、お疲れ様。3階まで丸見えだもんね、廊下。あれ、逃げられた。気づかなかったみたい。こんな時間にどうしたんだろう。いつもと雰囲気が違うような。しかも走って行ってたしね。なんだかこのまま消えてしまいそうな。まるで月に追いかけよう。まずい、もう誰にも消えてほしくない。多分こっちの方に。暗い。あ、いた。稽古場の真ん中に立ってる。明かりもつけずにどうしたんだろう。私は夢食いのバク。ああ、僕バクか。人の夢が好物です。まどろみに見る夢ではございません。開いた眼が見つめる七色の光が好きなのです。これ夏合宿でやった夢食いバクと僕、バクのセリフだ。バク、七色の光、どういうことだ。お前は誰だ。今度は僕、カイさんが一人で演じてる。王がお見えだ。あれか、一番最初の新人公演の眠ら像か。メド長、王に朝のご挨拶を。次は眠ら像の大事。俺は残業したいし、休みもいらないんですよ。定時に上がるためにあくせく働くより、残業になってもいいから自分のペースで働きたい。休みが多いと時間を持て余して虚しくなってしまうから。それなら会社で仕事をしていたい。ウィークエンドレッスンの長谷倉先輩。カイさん踊り出した。ウィークエンドレッスンのコンパスライン。気づかれた。次は眠らず。あ、歌も違う。カイさん一心不乱に稽古してる。鋭利で洗練された動きだ。やっぱあれなのかな、責任というか重圧というかあるのかな。フミがやっぱ1年の時、フミが1年生の時は3年生の時の月と立場の月と組んでて、今はその文と自分が組んでるっていう、そのね。でも無理してるのかな。やっぱりいつもと違う。切羽詰まった感があるね。カイさんはどんな時も誰かの器として相手の姿まで見えるような動きをしていた。でも今はそれが感じられない。カイさんしかいない。夢は僕の人生そのものだ。また夢食いバクと僕のセリフ。人の夢を食いつぶそうとするお前なんか地獄に落ちてしまえ。さよならのお時間です。七色の光はすべて消えました。くそ、カイさん。立花、気づかれたか。あ、すみません、変な時間に目が覚めて寝つけずに歩いていたらカイさんを見かけて。そうか、俺もだ。俺もうまく寝つけなかった。たまにこんな夜がある。取り留めのない思考が波のようにしぶきを上げて、すべてさらって消えていく。何もかも奪い取ってしまうから、生きている実感もなくなった。
なってしまう。カイさん。親を亡くして一人生きてきた経験が尾を引いているんだろう。だからといってどうすればいいのかもよくわからない。家族がいれば、温かい家庭があれば、全て解決するんだろうか。でも正直、自分が誰かと一緒に生きていけるとは思えないんだ。一人で生きてきたせいで、人と生きていくために必要なものをたくさん捨ててしまった。ユニベールは、クォーツの仲間たちは俺の支えになっている。クォーツのおかげで俺は生かされている。でも満たされない何かがあるんだ。埋まらない何かが。それがみんなに申し訳ない。信頼できる仲間がいるのに満たされることがない自分が情けない。俺は薄情で冷たい人間なんだ。でもみんなどこかしらそういうものはあると思うけどな。だから人間ってどれだけ手に入れても多分満たされない生き物だと俺は思うんだよね。だから何かを達成するともう一個なんかこうね、欲するというか、何か欲しい気持ちっていうのは常にあって、それに向けて走ってるというか、多分それは死ぬまで続くし。俺はこれから先も何も変わることができずに死んでいくんだろうか。寂しく孤独に消えていくんだろうか。孤独っていうところなのかな。カイさん、カイさんは冷たくありません。だがカイさんがかけてくれた言葉が、優しさが今でも温かく私の中に残っています。カイさんが否定してもそれだけは譲れません。いつか孤独を埋めてくれる人にも出会えますよ。孤独を？今は誰かと生きていくことに自信がなくても、この人とならずっと一緒に生きていきたいと思える大事な人にきっと出会います。同じようにカイさんのことを大事に思ってくれる人だって。だから大丈夫ですよ、立花。でも一つだけいいですか。多分カイさんが思っている以上に、クォーツのみんなはカイさんのことを大事だと思っていますよ。カイさんの中に複雑な思いがあったとしても、みんなのその気持ちは変わらないし、誰もカイさんを責めません。だから自分で自分のことを責めないでください。カイさんはみんなにとって必要な人なんです。自分のことを大事にしてください。私だって今もカイさんのことを信頼する気持ちに限りはありません。カイさんは大事な先輩ですから。差し出がましいことを言ってすみませんです。ああ、泣いちゃった。カイさん、母が死んだ時も泣けなかったんだけどな。どうして。すまない。涙が熱い。変な姿を見せてしまってすまなかった。いえ。今日、今、この瞬間、お前がいてくれてよかった。ありがとう。なんだか眠れそうだ。あ、風が冷たい。すっ
かり冬だな。あ、キーさん、お疲れ。もうさ、なんかマレちゃんにさ、マレちゃん、うん、まあちゃんでいいか実際は男なんだけど、マレちゃんにさ、キサーってこう呼ばれ方ね、なんか癖になってきちゃった。マレちゃん、お疲れ様。いやー、もう寒いよね。早く春になんないかな。冬は乾燥して面倒だしさ。ロードナイトはたくさん歌うから喉のケアが大変だろうね。あ、喉ね。俺はどっちかっていうと肌なんだけど、俺ねすごい乾燥肌なんですよ、うん、弱いのか知らないんだけど、冬が来るとねどうもかさついてな。そうなのよ、もう冬許すまじ。でもさ、春になったら3年生は卒業しちゃうんだよね。私のお兄ちゃんも卒業しちゃうんだよな。ロードナイトのアルジャンヌなのにいなくなっちゃうなんて信じらんない。だからもう今こそやる気を出す時なんだよ。口うるさい緑川先輩が残るってのも。あ、私これから町行くんだった。行ったそばから。こんなところにいたら稽古シロマンの緑川先輩に見つかっちゃう。じゃ、またね。まあ土日ぐらいはねいいんだけど、多分その普段真面目に稽古しないから土日まで言われちゃうのかな。うん、またね。卒業。立花。 お疲れ様です、カイさん。今時間あるか。少し歩こうと思っているんだ。一緒に来ないか。はい、ご一緒させてください。うん、カイは結構積極的に誘ってくるよね、何でも。まあ、時間があればって絶対ね、置くんだけど一回。気を使いつつも、なんか、ぐいぐい誘ってくるというか。この時期の山って、空気が澄んでいますね。まあ、本当に、紳士的という言葉がよく似合う男だな。そうだな。山に来る人も減るから、普段以上に静かで穏やかだ。俺ね、冬こそなんか山歩いてる人多いような気がするんだよな。立花、そこ足元に気をつけてくれ。え、あ、はい。ここ、前私が滑りそうになって、カイさんが助けてくれたところだ。なんだか懐かしいな。雨の日か。姫彦神社もほとんど人がいませんね。1月末から2月頃は、もっと人がいなくなる。今以上に気温が下がるからな。姫彦神社ってさ、普通にでかいよね。これなんか、なんだろう、その、田舎に、なんかこの、田んぼの脇とかさ、なんかその、何、山の近くにあるようなさ、ちょっとした神社じゃなくて結構でかいよね。あの掲示板とかもさ、常にさ、多分入れ替えられてるだろうし、めちゃくちゃこの庭っぽい、そこもさ、手入れされてるだろうしさ、あの鳥居というか、鳥居じゃねえな、なんて言うんだろうあれ、でかいし。そんなに寒いんですか？俺は平気だが、立花には答えるかもしれない。だが、そんな時期に梅の花が咲き始めて、あとは一気に春になる。梅の花、綺麗でしょうね。ああ、ちょうど同じ時期に。一年の締めくくり、ユニベール公演もある。ユニベール公演、最終公演のことだ。それが終わったら、カイさんは卒業か。ユニベール公演が終わったら、俺たち3年は卒業する。ユニベールでの日々が終わるんだな。でも玉坂座で新しい毎日が始まるんですね。なんか部活卒業とはちょっと違うな。部活って夏の大会、まあ冬の大会ぐらいまでかな、長くても。世代交代してからの冬の大会まで、まあやると思う。まあメインはね、夏の総合大会みたいなとこだと思うんだけど、ユニベールって結局その卒業直前までずっと走りっぱなしだもんな。しかも勉強も何もかもその舞台のことに関係する勉強とかだから、本当に舞台が全てというか、それが終わる、で卒業
そのすぐ後の卒業ってなるとね、最終公演の。なんか喪失感というか、ね。あ、そうだな。終わりばかり見てしまうのは、俺の悪い癖だ。今は方々に挨拶回りをしている。ギリギリに決めたせいで、どうにも慌ただしくてな。フミやコクトとはこれからも同期だ。一緒に切磋琢磨することができる。いいね。なんか同じ大学に行くみたいな。まあ大学行っても俺ら一緒だしなみたいな。俺自身どこまでやれるのか試せる。今までの俺じゃできなかったことだ。だがそれでもどうしても同じ寮に住んで毎日顔を合わせることができた今までとは違う。そっか、寮とかないのかな。玉坂座って社員っていうイメージになるのかな。なんだろう。お前ともなかなか会えなくなる。カイさん。うん、なんかあれじゃん。え？彼氏彼女ですか？え？彼氏彼女ですか？会いに行きます。会いに行きます。会いに？俺のところへ。はい。今までみたいにとはいかなくても、会おうと思えば会えます。まあね。あ、でもカイさん、忙しいでしょうから無理のない範囲で。いや、俺も会いに来ていいか、お前に。え、彼氏彼女ですか？もちろんです。そうか。ありがとう。え、僕見落としてましたか？ほっとした。ずっと気がかりだったんだ。それが。告白シーン見落としてたわ。お前は黎明の空を見たことがあるか？黎明？夜明けの空だ。夜の帳に覆われた街をそっと開くように日の光が広がって世界の色を変えていく。夜が終わる寂しさと朝が始まる喜びが一つの空に映し出されているんだ。それがとても綺麗で、お前によく似ている。オーラマハベンナ、お前のおかげで光明が見えた。舞台に対しても今までとは違う情熱を持てるようになった気がする。カイさんの姿を見て城田先輩や2年の先輩たち喜んでました。フミさんやネジ先輩、カイさんと同期の3年の先輩たちもそうですし、ソウちゃん、スズくん、1年のみんなも、みんな喜んでいます。前クォーツのみんなは俺が思っている以上に俺のことを思ってくれているとお前が言ってくれた。あの言葉が本当だったんだと今噛みしめている。新しく付け加えられたラスト楽しみですね。神父とチッチのシーン。うん、あのシーンね。あれでなんか完璧な何幕引きというかオチというかね、完璧なオチだと思うわ。オーラマハベンナすげえいい舞台だった。カイさんが自分の力で掴み取ったものです。カイさんが望んで得たものです。ああ、そうだな。お前はどうだ、チッチ。私はこれからもカイさんと会えるようにするためにもユニベールに残らなきゃいけない。最終公演で主役にならなきゃいけない。でもチッチを乗り越えることができるのかどうか。俺とのシーンは任せてくれ。ほんのわずかなシーンだが俺はそれに全力を尽くす。最初ね、カイから始まり回で終わるオーラマハベンナ。少しだけ稽古してもいいか、俺と踊ってほしい。無垢で清らかな少女、それでもハベンナに行くというのか。ええ、向こう岸に戻る気はないわ、神父様。そう、では倒れるまで踊れ。カイさんの手が私に伸びる。その手を取って。
行くぞ、ダンスだ。はい。踊りながら無垢な少女が派遣な色の女に変化していく。立花、徐々に神父を受け入れるように踊るんだ。神父を派遣なそのものだと思え。はい。ああ、そのまま。ここで身を預けるようにしなだれかかって海さんを見つめる。自分の姿を鏡で確認しないと。何も見るな。え？このシーンの時は俺だけを見ていればいい。ダンスルーム真っ暗だしね。なんか雰囲気が。俺を信頼してくれ。わかりました。雰囲気作りのためかな。今のシーンをもう一度いいか。はい。カイさんの手が私を導いてくれる。カイさんになら安心して身を任せることができる。カイさんなら。お前が一番美しい姿をユニベール劇場にいる全ての人間に必ず見せてやる。かっけえ。俺はお前の美しさを知っているんだ。